リベンジですあまりにも悔しくて、はい、リベンジです。そう、あのなんかいや、なんか聞いたらこの間海が悪かったから行けなかったんだって。まあでも大きいのも上がるいるみたいなんだけど、もっとちょっともっと攻めたいとこあったみたいで、で今日は海がいいんで、はい、なんとかサイズアップ目指して頑張ります。真剣です。今日は防寒対策バッチリです。もっこもこです。転倒不能になるんで寒いとただ今日寝てないんです。だから寝れなくて興奮しちゃってリベンジですからね。そうです。そう、全然寝れなくて途中でダウンするかもしれないです。すいません、今日もお願いします。こっちが本当のプロだから今日は極意を見せますよ。極意をお願いします。よろしくお願いします。ボサボサ頭ですよね。え、ボサボサします。あれ前回一緒に来ましたっけ。前回はそうそう、去年。あ、そうそう、はい、やりましょうよ。やっぱり一人だけでは釣れないのね。いつものパターンだね。いつものパターン。じゃあもう一回やりましょう。ヒラメ。もう一回やりましょう。ちょっと今日はちょっとね、海がね、ちょっと悪かったですね。でちょっと大きなね、海悪いから大きいいるところが行けなかったって言ったんで。リベンジでやりたいと思います、はい、次は本気出します。次は本気出します。完璧。あれ持ちきたの、ちゃんと俺の分も持ちきたんだね、すくうやつ。1個しかないっすよ。船行ってないっすよ。俺この間盗んだろうかと思ったんだけどあるとこ知ってから盗んだろうかなと思ったけど、まあ持ってくんだろうなと思ってたよ。自分が頑張るんじゃなくて周りを落とすっていう。あ、そっちですか。そうっす。あれ、昨日のやつさ、昨日の動画のやつさ、高橋君が釣った時のさ、笑い方なんて性格悪いよ、あれ。確かに。あれは評判悪くなるな、あれ。顔アップにしてみて。そうそうそう、あれ受けた受けた。来た。でもああいうチームたまには必要じゃないですか。なんかいや普通にやれるのにさみたいなさ、あれは性格悪いな。絶対イカの恨みが残ってますよね。でもだってこれ取った後、釣り始めは別として、はい、もうそっからの釣り俺全部ケチョンケチョンですからね。ヒラメもそうだし、アカムツもそうだし、うん、俺何にも見せるところないです。あれが最後ですからね。これで見せば、この間アカムツ行って朝一発かけて、そこから一回また当たりなし。あんなこと最悪なんだよ。赤松当たったけど、ほんとに。俺も釣りましたけど。あ、こっちすごい。赤松ってそこだよね。そうです。下から5メーターぐらい。5から10。仕掛けがだからどう流れてるか。でも俺2番目、胴付きで2番目で食ってたから、5メーター、4か5度、5メーターぐらいな。はい、俺4つけてた。6から8ぐらい上げるんですよ。仕掛けが 4.5 あるんで。2番目にかかってた。
あれ見てちょっと高くしたんですよ。来たねえな。いや、あれいいサイズでしたね。もうそろそろ来ていいかな。もうちょいだな。あれ何日でしたっけ？7日？いつ？はい。日曜日。日曜日だからまだ3日、4日からまだだな。まあまあ食えなかったですけど、ちょっとまだ若いかもしれないです。よいしょ。釣れるはずなんだけど。餌がいっぱいいますからね。餌がいっぱいいる。誰も釣れないよね。あの後ろへ行こう。またヒラメ。今疲れてますね。上がった？雨。雨。雨。また広め？どんぐらいの？マジで？いいサイズ。マジで？高木さん、回るやつ。前が俺が釣ってたところだ。ちょうど、この回るやつ。いいですね。いくの？いいですね。あ、そうですね。ああ、いい、弾みは。上がった？上がりました。どんぐらいの？2キロぐらい。マジで？高橋くんが座ってた。今度高橋くんがいたところって裏だって。絶対の高橋。あっちじゃないですか、やっぱ組長のせいですよ、これ。いつも左が連れてるから。そうですね、でももう食い方がサメでした。私一体に分かりました。いや、もうだってサメいっぱい釣ってますよ。釣るよ、サメは天才だよ。こっちは誰も釣れねえもんな。一人サメ釣っただけだもんな。そうっすね。ありがない。もういい時間だったけどね。ねえ、そうそう、買ってくないと。風吹いたね。吹くか。そういう感じ。初めてだもんな、こっちな。で、こうなったらでかいんで、ドンって最後、OK。それしかない。もう、膝ででかいんで、ドン。
もう終わった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 。これが動かないもんね、景色が。確かに。お、来た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 。なんかやろこれ。こんな緊張する合わせなかなかないですよ、みんな。リベンジ完成。リベンジ完了。もう見てくれないっす。やりましたー。うわー。いいか。キロぐらい。キロ近いの。ね。歩かないから。大体1ぐらいです。多分これだと。ただ俺は一人では死なないよ。首超ビスズレするよ俺は。俺は一人では死なない。巻き添え。巻き添え。首超巻き添え。あと3分です。あ、3分。あ、首超巻き添えするよ。いや、逃げて。おらおらおらやったぜ。やべー、俺は普通にスライスなのに。あ、よし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 。諦め諦め。青本っぽい。あー、でも、でも、え、絶対諦め。ちょっと俺取らせてもらおうかな。僕、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 サメは取る？切る？取る？取りましょうか。結構あります。いやあ。サメちゃんでーす。これはいい感じになっちゃったんで、手が出がない。お疲れ様です。ぶっちゃけぶっちゃけ今サメだったじゃないですか。佐々木さんめっちゃ安心してたから。よかったって顔してたから今。佐々木さん、しました。いや、ちょっと極めなきゃダメだから。これダメっすね。サメのたたり。でしょ？そう、サメのたたり絶対。たたりだけ置いてきます。そうね、本当ですよ。これはちょっと悔しいな。終われません、終われません。今日も言える。いやいや、プロですから。言っとくけど、一つね、一つ、組長一つね、インチキあるんですよ。はい。一人だけ違いが使ってるんですよ。あの、釣ってもらったやつを、でも、僕が使ってたんですよ。じゃあ、釣ったイワシ。そうなんだ。釣った時の餌は、ちゃんと最初にもらったやつです。いやいや、見てないもん、違う違う、見てない。釣った、釣ったで使ったもん。使った、使った。いやいや、気楽。疑惑だね、疑惑、疑惑。疑惑出ました。疑惑、疑惑だ。前は迷いましただったから、ね、使ってないですよ、ねえ、そんな。また疑惑だよ。一人だけね、ちょろちょろで、ね、使ってたんですよ。2回使わせてもらったんですけど、それ見逃してないんですよ。なんか怪しいそうなんですね。いやー、くっそ悔しいな。いやー、これは悔しいですね。いやー、諦め満足だから終了ですね。いやー、こんな難しいですかね。
いや、最後逃げられたと思ったのに一人では知らず巻き込んだ最後やられたと思ったいろいろなね、魚の釣りをやっていきたいんで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもお願いします。以上でございます。